アウト178.69.99 新人コリア第2ディープライト級王者ハンスーパー韓流馬券ハンスーファンアウト178.69.99アメリカントップチームホルヘーマスミダーニー9番スリーファイターホルヘーマスミダーニはい、ちょっと、戦国第6陣 11.1 埼玉スーパーアリーナです。戦国ライト級グランプリシリーズリザーブマッチです。画面向かって右ホルヘ・マスビダルアメリカントップチーム、画面左がハン・スーファンです。確約のない戦い、しかしグランプリ優勝へのかすかな可能性を残した戦いです。ホルヘマスビダル対ハンスーファン、解説は吉田秀彦選手、そして郷野明宏選手です。リング中央です。赤いスパッツのマスビダル、郷野選手、はい、まずこのマスビダルですけど非常に実力の高さは見せてますね。ここまでもそうですね、前回もライアンシルツ、はい、KO で倒しましたし、その前ホトリコダムに手を負けしちゃいましたけど、あれちょっとレフェリーのね、はい、速度が早かったかなっていうような印象の試合だったんで、まああれ止められなかったらまだ全然戦えていたでしょうし、はい、そういう意味ではまだ、まあ、そこが見えてないという言い方もできますよね。いや確かにそうですね。吉田選手、そして、まあ、これロードトゥーゴミというタイトルで始まっているライト級グランプリなんですが、すでに一度戦っているハンスーファンでもあるんですね。そうですね、マギットのチャンピオンでね、すごいいい選手ですけど、はい、まあチャンス、まずここを勝たないとね、チャンスがないんで。そうですね、まあ、でもモチベーションも何もって言ってる場合じゃないでしょうね、もうこうなると。そうですね、もうやるしかないですよね、まあ、でもこの2人いい試合になりそうな気がしますよね。身長が高いのがホルヘ・マスビダル、178センチありますこの階級で。一方ハン・スーファンもこうデータですと175センチ。ゴノ選手、ここまでのこうプレッシャーというのはどうですか、掛け合っている中で。前に入っていく、右オーバーハンドのマッチです。まあ、プレッシャーをかけて前に出ていっているのはマスビダルの方なんですけど、はい、まあ、これまでの試合の手を見て見た時にスーファンが力強いパンチをまとめて返してくるっていうのは分かってると思うんで、うかつに攻め込めないっていうところでしょうね。左のフックはこれが気にしています。まあ、ゴミ選手の戦いの時もそうでしたね。そうですね、打ててましたね、ハンス。だから、まあ、打てても今みたいに2発まででしょうね、最初のうちは。でこういうジャブとかその打った時に自分のバランスが崩れない、相手の大きいパンチを食うリスクの少ない攻撃を軸に試合を組み立てていって、そこから相手の動きを見てどういう風に崩していくか攻めていくかっていうのを考えるという流れになるんじゃないですかね。ボディからいきます。吉田選手、このハンスーファンなんといってもこの右ですよね、パンチが早いですよね。早いですね、結構ボディも打たれると蓄積してきますからね。なるほど、そうですね、結構ボディ対応してますよね。足をキャッチしてです、右のミドルキック、さあ今度画面だ、パンチをまとめていく、足を引き入れながらの返しのパンチがハンスーファン強いので面白い展開です。今も行かなかったですよね、やっぱりマスビダルが。それもちろんじゃあビデオを見てしっかり擦り込み済みということですか。そうですね、まずはこの返しのパンチを食わないっていうのを一番の経験を持ってるんじゃないですかね。河野選手、これ目を鳴らすという意味でもやはりこのハンスーファンが相手だと少しラウンドを重ねたいっていう意味もあるんですかね。そうですね、よく体が温まっていないとか言うじゃないですか、序盤、はい、それと一緒で目も温まってないという状態があるんですよね。ライブパンチ何に返します。いくらこうやってもやっぱり実際に試合に向かい合って相手が出してくるパンチにそれに目が慣れるまでやっぱり多少時間が必要ですから、特にこうやってスピードがあってパンチがある相手だったらそこは本当に慣れるまでは、目が温まるまでは慎重に時間を使わなきゃいけないですからね。今も一つ右ボディを入れたのがハンスーファン、右のパンチ。昨日は新大久保の韓国料理でしっかりお腹を満たして今日の戦いに挑んでいるという話です、ハンスーファン。今のいわゆるスーパーマンパンチというのが非常にこうクローズアップされています。
って自信があるからできる戦い方ですよね。右押し込みにしました。だからその序盤なかなか来なかったことがあったわけですからね、ダメージ食ったって言ってピンチではあったんですけど、逆に自分のまとめるパンチを当てるチャンスでもあったわけですよね。どれだけボロボロになろうが攻め込んできてくれれば可能性が出てくると。そうですね、やっぱりこう自分のパンチに自信があって一発当たれば倒せるっていう自信があるとああいう戦い方もできますよね。だから僕にはできないです。僕だったらもうあそこは完全に守ってリカバーする時間を稼ぐ展開ですよね。なるほど、個性があるんですね、そのストライカーといえども間合いとかそういう強い武器によって組み立てるんですね。そうですね。吉田選手どんな印象でしたか。いや意外とこうどうなるか分からないっていう感じですね。まあ、膝入った時はどうなるかなと思ったんですけど、まあ、やっぱファンスファンもね、まあ、柔道の時もそうだったんですけどね、はいはい、韓国の選手本当気持ちが強いんですよね。心が折れないんで、まあ、そこがね、一番嫌なところですよね。まあ、今もかなり顔面にはこう裂傷を負っていたファンスファンですが、畳みかけられての切り返しのこの右も惜しいところですが、膝がやはり先に捉えた。吉田選手いわゆるここですよね、これだけ膝の後を攻め込まれた後、ね、ここから打ち返していますからね、相当負けん気強いですね。そして郷野選手のおっしゃったやっぱり倒せるという自信があるんですね。そうですね、もう顔面はかなりこう強い傷があります。戦国ライト級グランプリシリーズ2008、その準決勝が今日は2試合行われ、すでに決勝進出は2人が決まっています。横田和則と北岡悟、まあ、その両者の怪我などの場合はこのリザーバーマッチの選手も可能性出てきます。目の離せない展開です。第2ラウンド始まりました。戦いは5分、3ラウンド制です。白いトランクスが韓国ハンスーファン、赤いスパッツがホルヘマスビダル。あれを見るとマスビダルもやはりこう簡単には連れていけないんですね。そうですね。あとさっき試合に対するモチベーションの話がちょっとありましたけど、はい、僕のイメージとしてこういうトーナメントのリザーブファイトって、その本戦の前にあるっていうイメージがやっぱり強かったんですけど、はい、今回後ですよね。でこれってやっぱ一長一短だと思うんですけど、例えば今日なんて勝った2人が何の問題もなく決勝も戦えそうな状態で引き上げっていったじゃないですか。確かにそうです、ね、そうなった時にそのモチベーションに多少影響出ないかなっていう。仮に片方がもうボロボロになって足を引きずっていたりして、もしかしたらこれあるかもしれないぞっていうような形だったら逆にガッと正直あるでしょうね。あるでしょうけど、今日みたいな場合マイナスの方に作用しないかなっていうちょっと心配だったんですよね。こともありますね。確かに、はい、もちろんこうやって向かい合っちゃえば人もいけられないんで、そんなに影響ないじゃないかもしれないですけど、オーバーハンドかぶせていくようにします。試合が、ね、始まるまでの気持ちと盛り上がりでちょっと差はあるんじゃないかなという気がしますね。山さん、赤コーナーマスクダルサイドです。どうぞ。体を振っていけ、頭を振っていけ、ボディからジャブだ、まずジャブだ、キックボクシング前にジャブだと、右のオーバーハンドのパンチに注意しろという指示でした。以上です。ありがとうございます。川内さんでした。山さん、青コーナーよろしいですか。どうぞ。ハンスファンサイド、流れはこちらだが力が入りすぎている、そして蹴りに注意、姿勢を絶対低くするなという声が飛んでいます。以上です。内川アナウンサーでした。残り3分です。左のやはりジャブ、吉田選手かなり遠い距離からの今ジャブが綺麗ですね。そうですね、だいぶパスさんもね、相手なんか入らないと当たらないんで、手の長さがだいぶ違いますよね。リーチがこのラウンドはこうでもハンスーファンも読み込む形じゃないですね。出てきてますね。あるいは左、まあ、この選手も、まあ、この間の優勝もそうですけど、やはりこうリーチさかなり違いますよね。海外勢とはヨーロッパ勢とは。そうですね、左フック、左ボディから右につなげた。いやー、このスキルがあります。こうやってマスビダルなんて綺麗なジャブを出してきているわけで、それを多用しているじゃないですか、はい、だからジャブに対するカウンターっていうのを何種類か持っているとどんどんこう流れをこっちに持っていけると思うんですよね。その攻撃があるかどうか、ボディ
まあ、その踏み込み自体も非常に早い、まあ、種類としてはそのジャブに対してアウトにスリップして、だからこう通販からしたら右側にスリップしてオーバーハンドで打ち込んだり、あとこれをダックで避けてちょっと距離を詰めてアッパーするときに右を返すとか、あとは逆に右サイドにスリップして左に使わせるとか、まあ、いくつか種類はあるんですけど、それ意識しながら見ても非常に面白い、今この角度もそうですね、そうですね、マスミダルの左が出てくるところ、それにどうリアクションするか、マンスーファン、マンスーファンも左のジャブを振っていきます、右に傾きながら、ちょっとこれ前嫌いました、一旦距離を取るのがホルヘ・マスミダル、アメリカントップチームです、23歳、一方ハンスーファンは25歳、打ち合った時にパンチが強いのはやっぱりハンスーファンの方でしょうか、その相手がこの状態で攻撃の起点というか時間の使い方を軸にしているジャブだけ一切潰しちゃえば一気に流れはスマホに傾くんじゃないかなと思うんですけどね。残り1分切りました。左のヒードのジャブから右2つ連続できた吉田選手、なんとなくこうちょっと空気が変わってきたような感じもしますね。そうですね、まあ、行かないと半数のもね、やられると分かってますからね、どっかで勝負かけていかないと。中央を取っているのが半数ファンです。右のローキックを出していった、ここはジャブ飛び込んで膝飛び下です、サウティング左が取られた、右ミドルボディーだ、迫っています、攻撃残り10秒フォワード下げました、いい、第2ラウンド終了。さあ、ゴール選手どう映ったでしょうか、はい、1ラウンドとは変わりましたね、流れが。そうですね、スーファンが前に出てプレッシャーをかけて攻撃する衣装をすごい1ラウンドよりも見せてますけど、やっぱこう有効打がなかったんで、1ラウンドに負ったダメージ認証権を挽回するにはまだ痛くないですよね、そこの差は詰まってないと思います。ああ、そうですか、はい、こちらがホルヘ・マスミダルです。まあ、戦国第3陣がこの初来日戦国デビューでした。ホドリゴダムとの戦いで、2ラウンド4分38秒テクニカルノックアウトで敗れています。しかし第5陣ライアン・シュルツを、パンチから最後はグラウンドのパウンドで葬っています。一方このハン・スーファンはこの戦国のリングは2戦目です。前回は五味隆典との戦いでした、まあ、判定3対0フルマークで敗れています。今年の夏は大阪城ホールで、ドリームではリザーバーから優勝を飾った北欧の処刑人がいました。セコンダー、セコンダー、自分の力ではどうにもできないことではあります。ラウンド3ファイナルラウンド、さあ最終の第3ラウンド始まります。戦国ライト級グラップリシリーズリザーブマッチです。赤いスパッツ178センチの長身がマスミダル、そして白いトランクスがハン・スーファン、しっかりガードを今度顔の前で置いてからゆっくりゆっくり詰めようというところ、ワンツーが白いトランクスのスーファン。矢野さん、赤コーナーです。どうぞ。マスミダルサイド、とにかく左右に体を振っていけ、ちょっとガードが下がっている、顎を上げるな、先ほどのラウンドの終わりからテイクダウンも取っていけという指示が出ました。以上です。矢野さん、どうぞ。でしょうか、半数半サイドです。で、一つずつ確実に攻撃していけ、そして距離を縮めて懐に入れということです。さらにカウンターの右のパンチを狙えというアドバイス。以上です。ありがとうございました。マスミダルサイドはテイクダウンも状況によっては狙っていこうという話です。マスミダルのコーナーは何語で喋ってるんですかね。ポルトガル語が JG カルバですよ ね、 ですね、英語もありますね。キューバーのわけですから、キューバーってスペイン語ですね。そうか、スペイン圏ですね。生まれはアメリカですかね、ご両親が。あ、そうなんですか。そうですね、でスペイン語で喋ってたんですね。そのジョルジ・サンチアゴと、はい、このマスミダル、ファーストネーム、綴り一緒なんですけど、読みが違うんですよね。マスミダルも初来日、初参戦の時は、ジョルジ・マスミダルだったんですけど、本人が、ぜひ、キューバではホルフェと勝負してくれと。赤いスパッツのホルヘ・マスミダル、もともとはストリートファイトで名を打った選手、そのシーンが実際に YouTube にもアップされていました。歩兵に囲われた
こう庭でですね、素手で一回り二回り大きい国民の選手と殴り合って最後顔をボコボコにしていますね。レフリーがキンボスライスでストリートを務めていました。すごいですね、ストリートファイトを取ってそれを、逆にそれ自分のプロモーションになっちゃってますもんね。そのためみたいですね。電話がかかってきて明日どうだ OK みたいですね。ファイトマネーなんてないらしいです。じゃあそのストリートファイトの映像をアップしてなかったらここにも来てなかったかもしれないってことですね。可能性が、距離が近いぞ。前足がこう当たりそうなぐらいです。うおー、テイクダウンいってました。さあどちらが上になる。立ち上がります。しかし両手差しています。まあ、細かい下からの膝を嫌っているか左手を伸ばしています。マスギダル、吉田選手初めての動きでしたね。そうですね、まあ、なかなかねテイクダウン取れないですよね。そうですね、半数半はどっかでちょっと勝負かけないとね、自分でもよく分かってると思います。ロミスーファンのマスギダルに関してこうもっと暴力的な荒れた戦いをするかと思ったらすごくこう乗っ取ってもうすごくシステマチックに戦っているというコメント、それを、まあ、韓国の徒手格闘みたいなものですかね、軍で使うファーストミッション FM と呼ぶらしいんですけど、 FM っぽい戦いをするなという話をしていました。いわゆるしっかり技術が、そうですね、綺麗なジャブですし、ジャブですし、膝も綺麗ですしね。マーシャルアーツって言いますけど、はい、アートとか、なるほど、こういうのやっぱり出てますよね。重心後ろに下げながらですが、最後右につなげました。吉田選手倒す気満々ですね。スーファー、そうですね、左右、アスリダルの方は多分自分が勝っているっていうの分かってますから、はい、まあ、今ちょっと消極的な戦いだという注意ですね。ここは相当の注意ですね。気持ちがやっぱり守りにだいぶ入ってると思うんですよね。だからその大きいのついたくないっていう気持ちで、はい、さあグラウンドになりました。序盤からジャブチューチューが少なかったんですけど、それがよりその気持ちが守りに入っているので少なくなっているということですね。再開します。ハンスーファーの右のリストを握っています。下のマスビダル残り30秒タグルようにして、あ残り時間がしかし少ないか、30秒切りました。左膝を乗せます。ハンスーファー右のパウンド落とせない、リスト握られています。今外れた。大きな攻撃が欲しいですよね。そうですね、残り10秒です。ちょっとセコンドの顔も曇っています。さあ最後一発あるか、大逆転のパンチはあるか。いやリスト完全にコントロールされています。あ今判定を受けています。ゴングの後首を振ったのが韓国のハンスーファン。まあ、吉田選手今話もありましたけど、マスピダルは勝利は確信していたでしょうね。そうですね、ちょっと守りに入っちゃってましたからね。そこをねハンスーファンが受けなかったですよね。ジャックを終了いただきます。東からお待ちください。これ一瞬今目が飛んでましたね。そうですね、これ先ほど、しかしこの後こう切り返して盛り返します。本当に吉田選手がおっしゃる韓国の選手根性すごいってやってるの分かりますね。あれ見ていると、さあ判定です。判定の結果をお知らせいたします。ジャッジ小林、赤アスビダル、ジャッジ吉田、赤アスビダル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 、勝者ホルフェーマスビダル。全国ライト級グランプリシリーズ2008リザーブマッチ、ホルフェーアスビダルがハンスーファンを下しました。あとは陣地を尽くしてもうすでに天命を待つのみです。